さあ、ということでね、2022年の3月なんですけど、3月に入るとちょっと様相が変わります。視聴回数とかもあれってなると思いますけど、前月比の方のデータで見てみると、2022年3月が、1万4000再生ということで、急に倍増してるんですよね、ここでポーンと急に跳ねました。で、合わせて再生時間も470とかって、だいぶ増えてるんですよね、ここ。これ何があったんやっていうことなんですけど、これね、何があったかっていうと、エスカレーターの動画が急に倍増してます。ああ、落ちたかなと思ってたら、まさか7900再生ここでね、入ってるってことで、これがドーンと、引っ張った形ですね。再生回数は特にこれが半分ですよね。だいたいここ常に半分なんですよ。っていうことは逆に言うと、他の動画も伸びとって、ジョイボタンの動画とか220再生とか入っとったり、静岡の機関散歩とかが入ってくるってことで、いわゆる、過去動画後伸びで安定して入るよっていう傾向がある中でも、YouTube はその中でも安定度は高いけど、そんなに、トップスピードはかからないところに対していくと、それよりはちょっと、波があるのがここら辺の動画なんですよね。ということで、この辺りの動画がまた伸びているんで、YouTube が多分これがね、ひっくり返したら177とか同じぐらいのところにいると思うんですよ。これで見てみると。速度通が188でしょ、ほぼ同じところにいるんですよ。っていう中で言うと、他のやつが伸びたんで、それが押し出されるっていう形になるっていうのもね、まあ一つとね、これ167とかでほぼ一緒と。特徴としては、ここに結構久しぶりに、この、車動画という、この月に上げてる動画が、入ってるっていうのが、これがちょっと珍しいパターンですね。この動画は、なぜか170入ってるんですよ。そんな、目立ったところのね、動画でもないんですけど、なぜかこの動画を入ってるんですよね。不思議なんですよ。これはね、謎です。とかっていうのがあったりしますね。っていうところでございますね。という感じかな。あとは白いイオンとか、やっぱ上新とか、まあ、意外と、まあ、定番のところのやつがダーッと入っとるなという感じですね。古い動画でなんか、このやつも、たまに入ってきますよね。これも多分受験関連かな。で、結構、男のやつが、この時期、まあ年度末とかでね、新しい学生さんがね、定期券買う時とかに、ちらっと見てくれてるのかな、という感じですね。とかが入ってます、というのが、3月でした。で、これが7928ってことで、これが、ガンと伸びたのが、このところの特徴ですね。これが大きかったなというところですね。登録者もそんな感じで、まあ結構増減しながらって感じですね。時間で言うと、やっぱライブ放送は大きいですね。これラブ放送とかやると、やっぱ時間伸びやすい、傾向あるのかなって感じがしますね。この辺りとかでもなんか再生数伸びてるな。あ、再生時間はね。再生回数は、ここは本当にザ平坦ですよね。そんな目立って、ボンと入ったわけでもなく、本当になんかずっとコンスタントになんかここのエスカレーターの動画が入るなっていうような月でした。なんだろうなと思いながらね、見てましたけど。で、いうところがあったりして。で、この間の動画で言うと、どんな感じかというと、その、ちょうどね、末から始まった、この、今年の名所、今年のうちにが、始まったよ、始まって、本格的にやってました。まあ、24ってなってますけど、23回から実質、別撮り、完全に別撮りやってますからね。まあ、一応シリーズとしては続きということで、やってますけど。で、あとアーカイブの動画もちょっと残ってるのかな。これは多分、最終盤の方ですよね。くぎみや病患者とか、泣き三六行く。すごいと。あったね。こんなんとか行ったな。懐かしいな。とか、あったりしますね。っていう感じかな。で、あとは、生瀬とかをやりながら、鬼ヶ城に行って、これがラストかな。アーカイブで残ったやつの。で、三角点とか行ってきましたねっていうのから、そして中川駅から、をするっていうので、ショート動画ちょっと間に挟んで、古いね、やつを切り抜きで作って、テロップ入れてとかっていうのもね、ちょっと試してみたんですけどね、刺して伸びてない。刺してどころが全く伸びてないね。すごいですね。この、っていう感じですよ、という感じですね。ああ、こんな感じ。あとは、
今年の飯、今年のうちにずっとやっとって、これが、石島ライナー乗って、神宮町交換ここ良かったですね、とかいうのがあったりとか言ってきましたね。で、この次が、年末年始に撮ってきたとか、名古屋鉄道ターミナル駅完全制覇の旅で、名鉄ターミナル完全制覇の旅が始まるので、先に PV 作ったパターンですね、今回は。うん。先に PV ポンと作っといて、第1回放送が始まりますってことで、企画発表というの言い訳をね、寝坊したんですよね。で、ちょっと、本当だと朝一から回る予定だったのを全部ゴロッと変えて、一宮からね、朝一一宮に行って、そこからね、支線の方とか乗って、そこからスタートしていこうと思ったら、全然できなかったので、名駅から、ここはな、小穴駅まで行って、小穴のそこは切符で、名古屋まで出て、で、名鉄名古屋駅から2デーパス買って、だいぶリレーしましたけど、ぐるーっと回るシリーズが始まりましたよってことで、中部国際空港から太田川に来るかっていう、まあなかなかここもハードな、ルートでしたね。これし PV とかどれぐらい入ってるのかな。なんか途中でポンと増えてますね。何だったっけ、何かあったんだろう、っていう感じですけど、まあまあまあちょっと入ってますね。で、あとは企画もやった特割切符、これなんかはね結構お得な情報なんでね、あ、意外と見られてくれる、よかったよかった。案外と知られてませんからね、この近鉄の方の割引切符は。四日市はないんですよ。正直、四日市は、あまりにも条件が良すぎるもんで、これぐらい多少で、運賃差あってもね、まあ、そりゃ、近鉄使うよねっていう感じになってるんで、あれなんですけど、桑名に関してはもう全く同じ駅にあって、同じ、ね、ちょっと前まで同じ改札内だったんで、うん。ね、乗るホームをね、ちょこっと横に書いたらね、JR に乗れちゃうんで、パッとね、時刻見て、あ、まあ JR とそんな変わらんなっていう時は、快速に来るやんって言うんやったら、そっちの方に乗っちゃうとかっていう手もあったんで、案外、桑名はお客さんの取り合いが結構あると、いうことで、それもあって、まあ特に、普通の快速でも名古屋までノンストップで行きますからね、JR は。で、近鉄の方はどうしても雇み金へと止まる兼ね合いがあるんで、急行だとね、ちょっと、止まる駅が出てくる。プラス500円払えばね、あれですけど、四日市だったらね、ちょっと距離、時間もね、あるんで、30分ぐらいあるんで、まだね、500円で、まあまあまあ、席確保でっていう感じがありますけど、桑名だと20分、かかるかかからんかぐらいですから、さすがに、なんか、それのためにね、ワンコイン払うのはね、っていうところがあるんで、なかなか、競争が激しい分、こういった、切符もありますよ、ということでございますね。とかっていうのが、やっぱ伸びてるな、ってところですね。中国空港とかよりも多分、そっちの伸びてるんじゃないでしょ、うんね。こっちの方が伸びてるんですね。とかっていう感じ。で、名鉄名古屋駅で、カオス駅ね。見てきてとかっても、これもやっぱちょっと伸びてますよね。うん。なんか後ろがあるな。うん。っていうのがあったりします。という感じですね。で、ここから、名鉄ターミナル駅完全制覇の旅、名鉄ターミナルのシリーズがずーっと続いていく感じかな。っていう感じに入ってきますよ、ということで。で、再生数もちょっと増えてくるところで、この4月からね、またちょっと面白い結果が出てきます、と。いったところでございますね。で、4月以降を見ていきましょう。